今日はね、あの密着ってことで、撮影の密着はやったことなかったんじゃないかってことで、あのいつも山見と僕2人で行くんですけど、今日はあのカメラマンについてきてもらって2人の密着、まあ撮影ルーティーンみたいな感じで、あのマスク姿珍しいんですけど、マスクの方がブスという珍しい人褒め言葉、ね、なかなかいないよ、マスクの方がブスの人別にブスでもいいんで、いや、マスクの方が映えてます喧嘩だね、もうじゃあちょっと乗り込んで、はい、今日はあの第一紹介さんにお邪魔しまして、はい、一気当選を打てるということなんで、はい、ちょっと千葉まで行かなきゃいけないんで、荷物こんなにあります、汚い、汚い、トイレ汚い、悲しいお知らせがあります、どうぞ。カメラマンのミスにより録画されていないのをずっと撮っていたと。もういいじゃん、諦めるしかないじゃん。ここまで散々なんか喋ってらっしゃいましたけど、それなんかあったんですか今まで。ありましたよ、それがちょっと、あっち向けて映像が残ってないということで、ポンさんの今一人画角なんで。ちょ待って待って、もういい、一回切ろう。やめる。やめる。もう無理。はい、ではこうなりました。ご飯屋さんの提案をしていきたいと思うんですが。リストありますよ。絶対ケーキしかないけど、ちょっと興味深いかも。ケーキしかないレストラン。だって富士屋ってあのケーキの富士屋ですよね。違うの？あ、違う、ハンバーグとか書いてある。でもしっかり右車線入る気がない。あ、やばい、ケーキめっちゃ置いてあるわ。あ、スキヤもある、ハワイアンダイニングカフェだって。なんかここめっちゃ入ってますね。おしゃれ。アーニャが死ぬ、あ、アーナ、アーニャがいるとだっけ。アーニャがいると世界が平和に。アーニャピーナッツが好き。大丈夫ます。頑張ります。遊んでないですか。頑張ります。ここ左。これ？違う。信号左。電車だよ。危ねえぞ。ポン怖い。ポン意地悪。到着でございます。皆様。2時間半ぐらいかかりました。はい、携帯でございます。ではここから私はマスク。ていただきます。カフェレストラン美味しそうだな。お店決めてください。カフェレストランマックでいいんじゃないですか。マックかケンタッキー選んでいい。これは選んでちゃう。美味しそう。トラケットイカのマフィンパスタ。あ、うまい。すごい美味しそう。うん、ここでいいんじゃないですか。じゃあここで、はい、ここにします。え、これ今度ブリチャード美味しそう。これ、いや、先どうぞ。まだ決まってない。おごってもらえるの当たり前だな。見たでしょ。ありがとうございます。見たでしょ。おごってもらえるな。もうキャバ嬢に付き合う女のパターン。ありがとうございます。見ましたよ。それが狙いだったか。どうぞ。担々麺にしようかな。でも担々麺をおすすめしてるから担々麺かな。アボリユッキーうまそう。お客様お待たせいたしました。担々麺にご来店すいません。餃子ポン酢つけてお召し上がりくださいませ。ポン酢、はい、ポン酢のお持ちしました。
あ、大丈夫です。はい、こちら感じになります。はい、どうぞ。いいのか。はい、はい、ありがとうございます。はい、担々麺です。で、これが水餃子。あっ、そう、前もなんかに動画ドリアだったんだ。お、スーパーサイズ、スーパーサイズ。第一紹介で何やん。え？えってのもちょっと求め出してる。ちょっともう求めてるな。もう一回言ってみたいな。いや、持ってきましょう。今、荷物下ろし中ですか？撮ってるよ。撮ってる。なんか、セリフっぽいの来たと思ったら撮ってるよ。今、荷物下ろして大地さんに向かいたいと思います。ちょっとね、カメラマンさんにも持ってもらおうかな。はいはいはい。はいはい、三脚持ってもらおうかな。はいはいはい。はい、紹介してください。こちらが第一営業所でございます。はい、行けます。ありがとうございます。抜けちゃっても300から700で先発ぐらいは1000円、そして1500円で、ここが面白いところで、すごいテクニカルハーフ1つの中で1500円で1500かけるので、韓国は私が、はい、いつも韓国は私がやっております。本さんが打ち合わせしてる時に私は自分のできることを一生懸命頑張ってます。ビールがすごくない？そんなビールキャラ、なんか無言でやってて、あ、ヤマピーも、あ、そういうのに、ヤマピーもって感じてもらえる。じゃあさっきのカットしてください。デザマネさあ、始まりました。ヤマピーの実践動画だ。どうも。全然覚えてないんだけど、この後説明タイム入る。はい。ということで、今日は、大地さんの営業所にやってきております。やべえな。一回ちょっともう一回喋れますか、二人で。はい。どうもヤマピーでーす。あの、本番ぐらい声出せます。どうもヤマピーでーす。お願いします。今回からね、ちょっとマイクが変わりましてね、良くなる。寝てる？今日密着されてるんだよ。忘れた。ちょっと画面を、本格的な機材ですね。はい、今日からニューカメラになりました。はい、どうもヤマピーです。はい、ということで今日は大地さんの営業所にやってきております。今回打つ企画は、今回打つ台は一期当選です。はい、もう一回最初から。
そんな喋ってないから。なんかもう3分ぐらい話したんですけどっていう。いや、そんな喋ってないでしょ。いやいや、じゃあいいです。そこから。一気当選で合ってますよ。間違ってるでしょ。真一気当選で。真入れるんだ。じゃあもう一回最初からで。おお、もう一回で合ってるんだ。こっからだと 80% か。おお。ボールに導入されたら皆さん打ってみてください。すごくおすすめの台となっております。それではこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価、それと私のツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。それではまたね、バイバーイ。はい、勝った。よかったよ。すごいよ、いつも頑張って。やばい。いつもよかったよ。カメラ目線なんだ、やばいよ。本当に、さっきの、さっきの、乗せてください。もう私の訴え。めっちゃ気に入ってる。ふんずり返ってたね。ふんずり返ってた。しかも私がね、こう、問いかけてんのに。早く始めろ、みたいな。何言ってんの、こいつ。そんなことない。そう。密着だったの、密着だった忘れた。一回どうぞ。下にあげる画像を撮っていきたいと思います。どうだった、はい。あ、お互い取り合ってる。3秒で撮るか。ありがとうございます。ありました。で、作った映像は事前に確認また回します。はい、あ、はい、これと今回はもう大丈夫です。僕の今また回さないようにして、あ、すみません、すみません。はい、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 撤収ですか。撤収です。そうだね、気をつけて帰ろう。何？キャラ変なんですけど、カメラを回ってるとこうなる。